今まで2人しか足を踏み入れたことのない150セーブという世界、そこにたどり着こうとする男、高津慎吾。プロ入り3年目、名将野村監督にストッパーとして見出された男は日本シリーズを制する。守護神高津が誕生した瞬間でもある。監督を胴上げし、マウンドで男泣きする高津。速いストレートがあるわけでもない。ストッパーを支えたボール、それが魔球シンカー。だが究極の変化、その代償は大きかった。高津の右肘が悲鳴を上げる。右肘の故障、99年のキャンプ、苦しいリハビリが高津を待っていた。しかし何よりも辛かったのは、チームメートが投げる姿をじっと見ているしかないことだった。やっぱり投げるのが仕事ですから、それができないっていうのはまあ悔しいのと、寂しいのと入り混じってましたね。しかし99年、高津は見事な復活劇を演じる。恩師野村監督の前で通算100セーブを達成。この年の最優秀救援賞に輝く。今年も通算149セーブまで一度の失敗もなく、150セーブなど単なる通過点に思えた。この時まではまさかの救援失敗、信じられない光景だった。さらに8月29日の横浜戦でも、150セーブよりも守護神としての仕事を果たせぬ自分に腹が立った。たまたまこう2回重なってしまったけど、その150に対するプレッシャーとかないと思いながら投げてましたけどね。大手から33日が経っていた。監督、そしてチームの信頼に応えたかった。しかし淡谷の大ファール。1ヶ月前の悪夢が蘇る。プレッシャーなどない、自分に言い聞かせる。新庄にはフォアボール、ツーアウト満塁に追い詰められた。だが守護神としての7年間が高津を支えていた。そしてこの日の31球目、苦しんだ末掴んだ150セーブの金字塔。リリーフの最後やるようになった時って、もう毎日が手探りで、毎日ランナー貯めて最後満塁まで行ってギリギリで勝ったとか、なんかそういうのが多かったので、なんか今こうやって思うとその頃のことを思い出してしまったような感じになりますね。抑えっぽくない、タイプですけれども、よく、やってるなと思います。通算の1位は佐々木投手の229セーブ、そして2位は江夏豊さんの193セーブという記録になっています。そうですね。この上には上がいるんですけどもね、この高津投手も、最初は先発ピッチャーで頑張ってたんですけどもね、肘の故障だとかいろんな球数制限されて、そして、ストッパー抑えに回るんですけども、もうこれが良かったですね。とにかく先発で投げたとしても、例えば6日あるいは7日開けないといけない、リリーフで球数をこう制限すればね、毎日って言ったらおかしいですけども2日に1回は投げられるということで、こうピッチャーがまた再生できるっていう感じになってきましたよね。そしてこの、ピッチャーが、分担制になりましたよね。そしてそういう分担、リリーフピッチャーのためにも非常にいいと思いますよね。励みになると思いますよね。高津投手自身ですね、シーズンが終わった時にこんな大記録まさか自分が達成できるとは思わなかったって言ってらっしゃいましたけれども、そういった一生懸命の積み重ねで達成された大記録でしたね、